疲弊を伴った知的障害です。誘導とか教育業務全然しなかったら、もうそこにずっといるみたいな。障害がある一人で外出することが難しい人、その人が外出するためのサポートを、うん、マンツーマンで施設の中でもって障害者言うことを聞かせて、仕事して気になってるバカがいっぱいいるから、ディスアビリティ、これが障害ですね。イコーリティ、難しいですか。セミもうるさいな。誰かがそう教えた、修行としてはいい人だと教えたって。あんたの都合のいい人じゃないってことだよ。軽度の知的な人かわいそうですね。翔ちゃんもさ、あのここ以外遊びに来るとこないんだって。いつかは僕らの大人になるんだよと。泣かないで翔ちゃん。いやあ、もうあなたに贈る髪の飾り。こういう木の箱を使って、前半は花本を作りたいと思います。カメラのね、スタンドもどうしても燃えてあったらいいんですよ。食事に介助は必要ないんですが、自分の意見を持って石川さんとこう調査士ができる人じゃないと自分を壊される。モーニングやってるから、人を増やしていこう、そういったことを、議会議員選に立候補させていただいております。しょうがないですよ、生まれつき汚く見える人なんだから。それを蓋とか開けて一本間違えちゃったら甘いです。置いてるだけだ、見りゃ分かるだろうって思うけど、それはいいんじゃないですか、あの一言だから。それは優しいねって言われます。